その認定されたものも減っていくだろうっていうのはもう想定ないんですよ。本当に思い描いてた通りに進んでるだけです、これは。読みの推進派からもですね、ああ、名誉ある撤退で。じゃあ一体なぜトイックがダメだったのかっていうですね、ETS という、ね、アメリカの会社が運営しているために、公平性の問題っていうのが非常に大きかったので、ですね、トイックを入れるべきではない。始まりました、もう一つチャンネルです。今回はですね、まあ非常に大きなニュースになって今世間を騒がしている、トイックですね、が大学入学共通テストから撤退するというですね、そのニュースに関してちょっと触れていこうかなと思います。まあ自分自身はね、予備高校生でありながら、まあ、トイックの本40冊ぐらい書いているので、まあ、どちらにも詳しいんですが、でまあ、実際受験して知ってますし、あとはその4技能入試のですね、選定とか、ああいうことに関してもだいぶ、世間ではあまり公表されてないことも知っているので、どこまで言っていいのかわかんないんですが、とりあえず話していこうかなと思いますね。まずですね、TOEIC っていうのがですね、この大学入学共通テストっていうものの中にですね、選ばれたんですが、その撤退を発表しました。ですね、7月2日に、発表しましたね。この国際ビジネスコミュニケーション協会 IIBC ですねっていうのが、TOEIC Listening and Reading Test と、TOEIC Speaking and Writing Test ですねの大学入学生英語成績提供システムへの参加を取り下げることをですね、判断したのでお知らせしますと言っています。で、2018年3月26日の段階では、ですね、この独立行政法人大学入試センターのシステムにおいて参加要件をすべて満たしていることが確認されていたと。で、しかし、やっていくにつれてですね、どうもうまくいかんとですね、TOEIC L&R と TOEIC S&W が別々に実施される形態となっていると。で、本システムへの社会的な要請が明らかになるにつれて、それらに対応するためには受験申し込みから実施運営へ結果提供に至る処理が当初想定したものよりかなり複雑なものになることが判明したと。で、それでやめたという形ですね、になっています。で、まあ、4議のこの反対ですね、入試反対派の人たちは、こう、わあ、すごい、ね、やったぜってなりますし、さらにはこのメディアはそれを大きく取り上げて、すごい衝撃が走ったとかですね、なんてことだみたいに大きく取り上げていますが、それはちょっと違うというか、うん、まあ、ぶっちゃけ間違ってると思うんですよ、はっきり言ってしまえば。ですね。TOEIC が外れるというのは、別にその反対派がいろいろ言ったからではないですね。もう、自分自身は外れるとずっと思ってましたね。そもそも、僕を知ってる人だったら知ってますけど、ずっと反対してましたね。TOEIC は入れるべきではないと言い続けていました。ですね。自分は TOEIC が入ってくれれば当然ですね、TOEIC 講師で予備校講師ですから、ものすごく自分がトップになれるぐらいになるわけですよ。もし TOEIC が一番のテストになったら、それでも望まなかったです。それはやっぱり、公平性の問題っていうのが非常に大きかったので、ですね、TOEIC は入れるべきではない。しかも、ね、通ってるものっていうのも大学受験にふさわしいものだと思わないって言って、反対し続けてきたわけなんですが、4技能賛成派の人たちもいますよね。その賛成派の人たちでも、まあ、すごい有名な方ですね。誰でも知ってる方も、反対の方に票を投じていましたから、ね、よろしくないって言ってね、やってたんで。で、ね、試験自体、そもそも減っていくだろうって、4技能の推進派の人たちも思ってたんで、ね、この認定がされた時に、まず減ったんですけど、で、その認定されたものも減っていくだろうっていうのはもう想定内なんですよ。本当に思い描いてた通りに進んでるだけです。これいろいろすり合わせが起こっていくっていうのはもう想定内なんですよ、全然。だから反対派の人もこれでやったぜみたいな形になるのは早すぎますね。これはもう維新派の人たちがもう完全に予想してた通りに動いているので、でその中で一番やっぱり外れるっていうものになるのはTOEICだろうっていうふうに思われていましたんで、だから全然すごくわーっと騒ぎ立ててますけど、そんなことではありません。全然騒ぐことではないんです。まあ、文部、ね、科学大臣がいろいろ発表しましたけどね、その受験ニーズ調査をしたところ、ね、TOEIC で、受験しようと思っている人は 1.8% しかいなかったから、そんなにもう影響がないよとかって言ってましたね。TOEIC のシェアは大きくないからですね。でもまあ TOEIC の受験を考えてた人に申し訳ない。そうです。そうはいけないですよ。受験考えてた人に非常に申し訳ないです。じゃあ一体なぜTOEICがダメだったのかっていうですね、
ここの理由ですね、をいろいろと説明していきたいと思いますね。いっぱいあるんですよ。まずですね、試験を2日で受けなければいけないっていうのが、そもそもダメなんですよね。ね、まあ、英検だってですね、あの二次面接のやつはダメになったわけですよね。で、まあ、あれ2日になってしまいますし、そもそもなんか受かった人じゃないと、一次試験をクリアした人じゃないとダメだってですね。4技能みんな一緒に受けれるようにしなさいみたいなのは、一応の基準としてはあったんですね。まあ、別日でも一応はいいみたいにはなっていましたけど、トイックの場合も完全に別のテストですからね。トイック S&W ですね。トイック A&R とトイック S&W っていうのは全くもって別のテストなので、この試験っていうのはですね、一つのものとして考えられるのかって言ったら非常に大きな問題です。無理ですね。これ別のテストですからね、そもそもね。点数がまずめちゃくちゃですよね。トイック L&R っていうのは495点の990点満点です。それに対してトイック S&W テストっていうね、テストって名前もついてますからね、もうスピーキングテストとライティングテストが独立したテストなんですよ。だから正確に言うと3つもテストなんですよね、2つじゃなくて、ね、でそれぞれこっちが200点になるわけですね。この時点でもう点数がズレズレですよね。他の試験っていうのは一応他その4技能全部同じ比重になってますね。100、100、100、100みたいな形で、同じ、比重のテストになっているのに、ここは同じ比重じゃないので、どうやってそれを同じ比重に換算するのかっていうのが、問題になってくるわけですね。でこれをですね、もう言ってあるはずなんですよ。トイック側には伝えてあるはずです。で英検や GTEC っていうのは日本のテストなので、ですね、変更が可能なんですよ。だから、GTEC CBT とか TEEP とかですね、点数をはっきりと分かるようにしてますね。同じ点数にしてますね。4つの試験を同じ点数にしている。TEEP もしましたし、GTEC もしていますね。そういった形のことが可能です。しかし、TOEIC に関してはですね、ETS というアメリカのですね、会社が運営しているためにですね、日本のものになど合わせられないわけですよ。日本がそうやって言ってきたからといって日本に合わせてやるなんてことはしないわけなんですね。あら、この IIBC っていうのは多分まあ板挟みになってたと思うんですよ、ね、大学入試側の方からはこうしてくださいと言われるんですね。でそれに対して、ETS 側はしないというわけですよね。だからここの板挟みでどうするっていうふうになってたと思う。でそこでまあもう無理だろう、そうです、絶対動かないですから ETS は。そんなこと言われたってこっちがいくら言おうとしたって言っても彼らに関係ないですから。なので、この大学入試側の意見を伝えてもこっちは変えないとなると。で変えなかったらじゃあそれもう無理じゃないですか、運営状況うまくいかないし、テストの点数もめちゃくちゃじゃないですか、どうしますってなったらやめるしかないわけですね。ダメだっていう命令を出すよりは当然ですね、ここの IIBC 側がやめますと言った方がですね、いいわけですよ、印象的にはですね、だから、そういったことが起こるっていうのはですね、全くもって普通というか考えられてたんですよですね。まあ、下手すればこっち側がダメですっていう状況のシナリオも聞いたことあります、ね、こっち側の大学入試側が、どっかの試験に関してここを変えないんだったらダメですよっていうのが、聞いたんですよ。でその時にで辞めますって言った方が絶対いいんですよ。で辞めますって言うとこういろんなところから大名誉ある撤退だとかですね、いう形になって、いや意外とだから4技能反対派の人もああ素晴らしい撤退だっていう風に言うだけじゃなくて、4技能推進派からもですね、ああ名誉ある撤退で、しかもですね、好感度もトイックの好感度も下がらなかったしすごく良かったっていう風に言ってる人もいるんですよ。トイック今のところ実施ですね、実施されているのが、トイックっていうのが年10回です、しかしこれも地方によってバラバラです。関東地方とか、関西地方、中部地方みたいないわゆる大都市のところでは年10回行われてますが、他の地域ではもっと少ないわけなんですよ。で大体奇数月が多くて偶数月が少ないんですけど、実施される箇所ですね。でさらにトイックスピーキングライティングになるともっともっと少ないわけですね。この実施回数は多いです。実施回数はですね、毎月行われているんですけれども、ね、さらに午前の部、午後の部っていうのがあるんですけども、ね、このまあ、コンピューターがあればどこでもできるわけなんですが、当然ですね、コンピューターでやんなきゃいけないテストなので、一つの会場で、ほんの少しの人数しか受けることができないというわけで、こういった実施の問題があるわけですね。だから TOEIC LR は、でこの月受けられるけど SW が受けられないとか、この時は SW 受けられるけどこの月は LR 受けられないとかですね、もうそういうわけのわかんない状況が出てきてしまってですね、きちんと確保できないわけですね、受験会場を。これがまあものすごく大きな問題です。
全ての人が受験にですね、受験で実施されるってことは、その全ての受験生が受けられる状況にしなければいけないのに、TOEICはその点で全然満たしていないわけなんですね。別にTOEIC試験自体を嫌ってるわけではないですからね。そこは勘違いしないでください。僕も受け続けていて、TOEIC自体はいい試験だと思ってますし、TOEIC もこれからも受け続ける価値はあるし、この大学生だったりとか社会人の人に受けてもらいたいとずっと思っています。それは、ね。それをきっかけにして英語の勉強してくれればいいなとすごく思っていますし。でただ大学入試に入れるのはやはりちょっと違うんじゃないかってですね、いうのは変わりませんですね。TOEIC なんでダメだったのかですね。ただただなんかメジャーな試験がダメになったって思ってる人が多いんですが、実はこういったことがあるっていうのをですね、思ってくれたらなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.